入学してきた広瀬涼子にグイグイ絡んで、早稲田だもんね。その時か。同じ時期だった。同じ時期だったんですよ。僕同じ学部同じ学科だったんですよ。すごい。でそうすると同じ授業を取れるんで、でいるんですよね。一人でいるんですか、広瀬。広瀬さん一人でいました。で、まあ、当時やっぱりもう調子乗ってますから、なんか広瀬涼子さんが知らない体で、うわ激痛。激痛だよ。ミニコントだ。名前なんていうの？うわ、広瀬涼子ですと。そうなんだ。しっかりした対応。で出身どこなの？もちろん知ってますよ。高知県です。高知なんだとか。まあ、今度ライブあるからよかったら見に来てよって。っていう絡みをしてましたね。